1ヶ月ぐらい前にご紹介させていただきました。こちらアルテシーマになります。その後どうなりましたか？育っていますか？とご質問をね、たくさんいただきましたので、今日はここに持ってきました。こちらのアルテシーマはダイソーさんで300円で購入して、その後にね、水耕栽培に仕立て直したものになります。あまりね、あれから1ヶ月経つんですが、あまり大きさが変わっていませんよね。水耕栽培はあまり急にね、ぐいぐいと成長が良くなることもなく、逆に早くね、大きくしたければ土栽培をおすすめします。こちらのように缶に入って中が見えませんよね。こういう場合の水やりちょっと難しいというご意見もいただきました。なので今日はね、ちょうどお水をあげるタイミングですので、私がいつもやっている水やり水替えの方法をね、これからやっていきたいと思います。ご一緒にお付き合いください。こちらに持ってきました。キッチン用のね、水切りネットを使って水替えをしています。ではやっていきますね。これを広げまして、器をこの中に入れます。よいしょ。そうしたら、よいしょ、お水をね、タプタプになるまで入れてしまいます。やっぱり水切れてましたね。ジュージュー言ってます。上までね、タプタプに置いてきましたよね。そうしたら水切りネットをここでね、見えるかな、グイッと締めて指で押さえて、そして器を用意して、器にね、お水をします。このようにしたら中のね、ボタニカルソイルもね、一つもこぼれることもなく水替えができました。中のお水をね、全部入れ替えたので、いつも清潔さを保ててとても良いかと思います。こんな感じでね、水やりしています。このやり方をしているとお水のあげすぎ、中がチャプチャプになってるなんてこともないので、根腐れの心配もなく育てやすいかと思います。気になった方はぜひ試してみてください。くまぱん園芸。